4月4日土曜日朝5時15分のホームポイントは完全に無風で、海には筋のようなうねりは見えますが、ショアブレイクというかほぼほぼフラットに戻ってしまいましたね。ホームポイントの右も無風で筋のようなうねりは見えますが、ほぼフラットといえばフラットですね。水平線の上の雲が綺麗ですね。気温は22度ぐらいですかね。風全くないですね。今うねりがインサイドブレイクはしましたけど、これですね、この程度ですね。大潮の干潮と若干北西でしたか、風も吹くので夕方ぐらいが狙い目ですかね。Thank you.